新チームが始まってからずっとなかなか勝てずに苦しんできたので、この最後の夏の大会だけは必ずタイトル取りたいと、みんなで一生懸命練習してきたので、とても良かったです。思い出されますか？いやー、もう本当に今最後の大会でこういう形でチームのみんなと一丸となって一戦一戦で戦ってこれたことが誇りに思います。試合に出てるメンバーは2年生が多いですが、あそこにいるメンバーに入りたかった3年生の思いが自分たちの一番強みです。甲子園に行ったら皆さんの代表として神奈川の高校野球の伸びの高さをしっかり見せていきたいと思います。